このような晴れの舞台を迎えるだなんて、なんだか緊張します。どうぞ末永くよろしくお願いしますね。ずっと一緒にいられるってこんなに幸せなんですね。指揮官、今日も幸せな日を過ごしましょう。長波はずっとおそばにおりますよ。今までもこれからも。指揮官を幸せにすることが長波の幸せです。三三九度って初めてなので、ちゃんとできるでしょうか。白むくがすごく似合ってるですか。ありがとうございます。一生の思い出になると思います。尻尾も裾も気にしないといけないので、ちょっと動きづらいです。これもいい思い出になりますね。これからは手を取り合ってですよね。もちろんです。そんなにモフモフしたいのでしたら、お好きなだけどうぞ。任務ですね。はい、私もお手伝いします。そうすれば二人の時間が早く作れますから。任務完了しました。お疲れ様でした。これで二人っきりの時間をゆっくり過ごせますね。指揮官、新しいメールが届きました。今取ってきますね。幸運を信じて。おかえりなさい。あなた、改まってそう呼んでみると何だか気恥ずかしいです。指揮官、悩み事がありましたら私に相談してください。待っています。ずっとずっと。むつき型のみんな、ふわふわしてて可愛いです。この母校にいると幸せな気分になりますね。私の尻尾はあったかくてポカポカだけど、若葉ちゃんのはモフモフというよりツヤツヤですよね。初島ちゃんのちょい細いのと、島風ちゃんのひょいとしかないのと、うん、いろいろありますよね。おやしおちゃんに教えてもらったまじない、確かまーる。うん、指揮官の額にこうまるーっと書けば恋愛運も上がって幸せになれるっぽいです。読めるときも健やかなるときも違いました。今指揮官は幸せなのですから、健やかなるときはいいですけど、やめるときは、ごめんなさい。末永くお守りください。指揮官、委託からみんなが帰ってきました。私
疲れたみんなを出迎えに行きます。温かいハグで。あったかくてホッとする感じ。これが今日か。指揮官ありがとうございます。みんなの幸せのために。気づいたら MVP になっちゃってました。勝てたのはみんなのおかげです。優秀な機関になるにはまだまだ頑張らないとですね。まずは雷撃戦車ですね。仲間たちがまだ戦っていますから、倒れるわけにはいきません。指揮官とはもうすごく親しくなったつもりでしたけど、やっぱり緊張しますね。どうしましょう。あ、とりあえずモフモフに捕まっててください。こうポカポカモフモフしていたらきっと緊張も解けますよね。うん。